いたします。どうぞ。はい、自民党がですね、厚生労働省の分割するという提言を今月中にも総理に手渡すという内容の報道があります。事実関係とですね、政策立案機能の強化ということが狙いのようなんですけれども、こうした問題意識を持たれているかどうかということですね。まず報道は承知しておりますけれども、自民党がそうした提言をしたとの事実は承知しておらず、政府としては厚生労働省を分割する議論は行っておりません。はい、省庁機能の肥大化といいますか、政策分野が非常に広がっているということに関する問題意識というのはいかがでしょうか。まず厚労省の業務は極めて多岐にわたって、大臣はの国会答弁が他の閣僚と比べて突出して多い、このことは承知をしております。はい、竹下さん、今の質問に関連してなんですけども、今人がおっしゃったように、厚労省の医療介護働き方はまた水道とか児童虐待とか、幅広いテーマを使っているんですが、現在の体制で十分対応できているというのは、今申し上げましたように、厚生労働大臣の答弁が圧倒的に多い、そうしたことは承知しております。その中で、例えば障害福祉の充実と障害者雇用の促進、こうしたものは一体的に進めておりますが、それぞれの業務の関連、こうしたものも強くですね、制度横断的に国民生活をカバーしているという側面もあることも、これ事実だというふうに思います。いずれにしろ、政府として厚生労働省を分割するという議論は行っておりはおりませんけれども、政府の党の議論をまずは見守っていきたい、こういうふうに思っています。関連した新聞の友達、橋本内閣政権の行革から、およそ20年が経とうとしています。いろいろと時代の変化によってですね、情報通信の重要性だとか、内閣府の肥大化とかいろいろ言われておりますが、この省庁の再編について長官どのようにお考えでしょうか。政府としては、それだけ時間も経ってますし、それぞれの時代の要請に応えて、国民の皆さんに対応するということは極めて大事だというふうに思っております。共同通信へと話題変わります。アメリカの通商代表部がですね、知的財産侵害に対抗するため検討している2年2000億ドル相当の中国製品への追加関税について、連日を 10% から 25% に引き上げると発表しました。受け止めと日本経済や世界経済への影響をどう分析しているか教えてください。まず、我が国としてはルールに基づく多角的貿易体制、ここを重視をしており、いかなる貿易上の措置も WTO に整合的であるべきと考えております。WTO の場でしっかりと協議がなされる、このことを まずは期待をしたいというふうに思います。また、米中両国が世界経済の安定的成長と発展につながる関係を構築することは、我が国を含むアジアのみならず、世界全体にとっても重要であり、引き続き米中の間で事態の推移及び日本も含む他国への影響、こうしたものを注視していきたいというふうに思います。はい、お二人組の風化です。話題変わります。先日開かれた2プラス2でロシアが再び日本の配備を検討して二次殺傷に懸念を示しました。純粋で防御的なシステムを日本が運用するという日本側の説明が伝わらない時期が続いておりますけれども、来月予定している日露首脳会談についてどう改善を図っていくことになりましたか。いつもそうじゃないですか、ロシア側は。で、それに対して私どもは丁寧に説明をしている。ですから今回の興味を含めて、累次の機会に説明をしていきたい、こういうふうに思います。はい、お二人中の結果、関連ですけれども、そうすると、従来の日本側の説明をこれまでも続けていくという姿勢で変わりないということですか。いや、あらゆるルートをも通じながら、我が国の真意というものをしっかり説明していきたい、こういうふうに思っています。はい、そ
ません、東京新聞の村上といいます。自民党の谷川富衆議院議員がインターネットの番組で同性愛を念頭に趣味みたいなものと発言していました。杉田水脈衆議院議員の主張で批判が高まる中、同性愛者への無理解な発言をすることについて政府としてどのようにお考えかという受け止めをお願いいたします。まず国会議員の発言一つ一つに政府の立場でコメントすることは控えたいと思います。はい、昨日政府は西日本豪雨の初動対応を検証するチームを立ち上げるということですけれども、長官や首相が無派閥議員と懇談をしたと報道されている。質問簡潔にお願いします。7日の夜から7日の朝にかけましては、1府6県から自衛隊に救助要請相次いでましたが、この7日の夜8時半の時点で結論お願いします。全国で2340人だけと、大きい被害を受けた真備町のある岡山には80人だけ、ヘリがゼロ、広島にも質問簡潔にお願いします。懇談会をしている時間がもしあれば、被災地へのヘリのいわゆる自主派遣を結論お願いします。これ速やかに実施すべきだったのではないでしょうか。すべて体制は整えておりました。この後に言ってありますので、次の質問を最後でお願いします。安順平さんに関してです。長官、これまで拘束に関しまして、身代金の要求は承知してない、政府の対応は変わらない、いわゆる払わないというような発言をされていたと思いますが、質問簡潔にお願いします。現状の身代金の要求については対応しないつもりなのかどうか、お答えください。我が国としては国民の安全安心を確保するのが最優先の課題だと思っております。そういう中で対応しております。よろしいですか。はい、ありがとうございました。